イクさんのブース来てます。あのモケ部とかね、キリカちゃんの紹介前したんですけども、はい、で今回ちょっとこれ10万円の機械。10万円の機械。すごい。超音波があった。ちょっと手が震えるよ。ちょっと使ってみてほしいと思う。翔さんやってみます。はい、もう動いてます。どうぞ。え、これどう。はい、もうそのまま突き刺してもらいます。え、はい。ゆっくりとか。あ、すごい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 。怖。今一番切れないモードになってます。あ、はい、ちょっと横行ってもらって。はい。これが次の切れるモードです。あ、滑らか、なんかね。あ、本当だ。何なんか。スピードがね上がると思います。はあ。なんか。クレープ切ってる感じ。それ相当ですね。でこれがスーパーハイモードって今回搭載された新しいモード、はい、あ、感覚ない、溶けてるやばい。これ30万円ぐらいの機械と同じぐらいの切れ味なので、これが10万円っていう。そうですね。え、だいぶ安いですね。え、大丈夫ですか。え、こんなになってんねや。なんかね形容しがたい、こう塗るっていう感覚です。ってわ、これ すごいな。いや、ありがとうございます。はい、エコテック通信前紹介したんですけども、モケ部かわいい、ね、モケ部がかわいいということで、ありがとうございます。モケ部 T シャツで、ね、モケ部いいやつ、はい、で、キリカちゃんは今はここにはないけど、ワンフェスとかでもなんかイベント、ね、そうですね、されますよね、はい、また人気のくじ引きを、はい、やりますので、はい、今ちょっとあのモケ部の方はあの豊橋のリアルな女子高生とコラボをしてまして、はいはい、あ、そうなんですか、はい、市役所がやってる広報校長課さんなんですけど、そこと今コラボをして、へぇ、ここにいるリアルな女の子を今、まあ、漫画化して、あー、はい、なるほど、そこにあのモケ部が入れてもらいまして、ほう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 、あの市長からちゃんと食事ももらって、はい、メンバーになっておりますので、すごい、1月末にひょっとしたら新聞発表で面白いことが起きるかもしれないです。なるほど、はい、その辺もじゃあモケ部の今後の展開に期待ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。